浜谷先生です。苦しいところです。今日の苦しいところです。一回これね、下がったと思ったら上がっちゃって、また上のシグナルが出てね、で今こちらの勝率が出てこないんですね、このインジケーターがね。ちょっとこれ見るとグッと上がってるから、こう1時間足を動かしてこう落ちそうでしょう、これね。っていうのが出たんですよ、私の判断ではね。だから、これはぐいっとこの半分ぐらい落ちますよということだから、1万円にしたら1万円の前です、1万円。これ越しますよというね、ことなんですね。これ越すまで頑張ろうかなと思ってまして、ね。で、マイナス9円ね。でね、1万ずつ投資するのもあれだけど、1000ドルずつ11個落ちました。これです。ちょっと見たのにつけたんだけど、本当投資しちゃいけないの、ここはね。で、この下まで落ちるんだろうとね、ここまでは落ちるだろうと。これね、ここら辺から、ここら辺までは落ちるだろうという判断ですね。で、左、バイナルオプションは勝ちました。今日1本シグナルがあってね。全勝ですね、今日はね。バイナルオプションは全勝です、今日1本。なあ、その仕事だけでやってないんですよ、私は。またね。JBC C ホールディングスという会社、僕は最高創業者で、私よりか古い人いないのね。家に建てたんですね、最初に工場ね。それで日京電機だったんで、僕が買って、今はもう。それが50億円ぐらい資本金になってグループ化し、からグループして、僕は大学生の時ね、生まれた時はもうできても、でその時はね、僕はね、まあだいぶ前ですか、すっかりね、一番古いですね、創業者で。日本ビジネスコンピューターという名前だった。これは僕は名前作ったんですね。昔の名前は。その前は、まあ、じいさんが作ったんですね。日京電機ね。二人で谷口と、ね。二回目の母なんで、私の父殺害してるんで、毒殺でね。で、それがね、父が再婚するときにね、日本ビジネスコンピューターって私が、名前を決めて作ってね、その記念日、記念というかね、別会社したり、二つも日京電機と日本ビジネスコンピューター上場したんで、合併して、それから複数会社作るようになって、僕は大学生のときね、これ今、本社は50億円ですね、資本金がね。あと、壊してたくさんありましてね。JBCC ホールディングスって会社ですね。で、IBM の副社長が、私の会社の副社長やってくれて、ね、JBCC ホールディングスの会社の、ね、社長やってもらって、いるわけですね。ではその名誉会長です、ね。IBM なんか特に役人様はね、自由にさせないといけないんです。日本と違ってね、外形でしょ。だから自由にさせて、私が頭を押さえない。そういうことですね。
責任は取って確実です。やったものは取ってもらって、ね、それだけですね。死んでもらっちゃうかもだけどね。あのダメなの、死んでもらってやって役に立たないの、みんな死んじゃうの、だからダメですよ。そういう時はもう参ったということで ね、それで逃げていいんです。ただ破産しないといけないけどね、死んじゃいけないですね。悪いことしてんじゃないから、仕事は他の人と違うため、昔だから日清電機トラさんが有名でしょ。あそこの小場は、あの倍賞千恵子さんが私の家に来たり しましてね、お手本にしたんです。トラさんね、トラさん映画有名でしょ。この下町小場はね、まあ場所は違うんだけど、下馬一丁目なんだよ本当はね。トラさんはあっちなんだけどね、小場はね、昔の私の作った会社あ、ね、日本ビジネスコンピューターですよ。昔はそういうか、寅さんのような工場だったんですよ、ちっちゃなね。で死ぬまで働いてくれたのね。みんな死んじゃったけどね、一生懸命死ぬまで働いてくれた。それで今のね、JBC ホグループができたんですね。で寅さんでも有名になったでしょ。トラさんの歌った、いた下町の小バは私の、トラさんの生活いたは彼のところですね。銅像がありますけど、ただ小バは私の会社を真似したんですね。有名ないい会社をね。一番いい会社をね。当時は今はもう分かんないけど、先はね。真面目に働く、ただお金儲けはともかくまあまあ、頑張ってもらいたいということですね。であんまり出過ぎてはいけない、ビジネスで頑張ろうということの会社ですね。役所ぶっちゃダメですよと、私はしょうがないけど、本物のおかみだから、生まれつき本物の貴族ですかね。寅さんの有名な下町の工場はうちの私の工場をね、真似してもらったんです。で、私が、そのところだからいいですよということでね、お互い反映しよう、いいように反映しようということで、トラさんも、トラさんも血があって、頭を押さえない、やらないで、ね、やっぱり生きたい、生きるという精神で頑張ってもらった。いいことだね。ね、みんな死んじゃったね。おばあさんも死んじゃったね。あのおばあさんもね。倍賞さんはまだ生きてるけどね。知り合いで、知り合いですけどね。倍賞千恵子さんはね。あと、妹さんがね、プロレスラーやっててね。議員なんかも関係があってね。つながりもあってね。今の議員ね。頑張ってらっしゃるんですけど。あんま頭は良くないんで、私はね。教えてね。まあ彼はもう彼で独立してもらわないと、やっぱ頭を押さえちゃダメなんですね。難しいけど、まあそんな感じとしてね、今は63円ですね。今ひどいところが落ちるまで待ってましょうね。どうもありがとうございます。2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近くを投資しておりました半前予選数です。今回の今日の、この日にちの投資ですね、をお見せいたしました。どうもありがとう。